ビルシーナは、日本の競争馬。主なカチクラは2013年2014年、ビクトリアマイル。2012年クイーンカップ。馬種は、元プロ野球選手の佐々木和弘。馬名の意味はロシア語で、頂点。佐々木の妻であるタレントの江本かな子による、命名である。本馬の母春はスウィートは、先天的に尾骨がなく、尻尾がない馬だった。 友道調教師は免許を取得したばかりで開業を目前に控えていた頃、高馬時代の春はスーイートを目にした。生産者である吉田勝美の推薦と体つきが魅力的と感じた。友道調教師は尻尾がないものの銅馬を旧車開業最初の予託馬として引き受けた。友道調教師によれば競走馬は失踪時に尻尾でバランスを取りながら、 カーブを曲がると考えられるが、尻尾が最初からないハルーアスイートにはそうした感覚が備わっていないと考えられた。ハルーアスイートは競争馬として下級条件戦で5勝を挙げた。尻尾がない特徴的な姿からファンがおり、佐々木和弘もその一人だった。ハルーアスイートが競争馬を引退して繁殖に上がると最初に産んだ子がセリーチに上場された。 佐々木は母馬が好きだったのでその子を絶対に落札する、と言って購入した。続く2番目の3区も同じように佐々木が購入した。これが本馬ビルシーナである。8月28日の札幌の芝1800メートルの新馬戦で福永雄一安城でデビューし、一番人気に支持され2着に一馬新、1、4差でデビュー戦を飾った。 二戦目は、京都の五百万下の高菊賞一番人気に押されるの三着赤敗しかし、呉れの阪神の五百万下のエリカ賞は、逃げるタガノレイヨネをマークする形になり、ゴール前首蘇成して二勝目を飾った。クイーンカップ制覇3歳の2月に、クイーンカップで、初めて重賞に挑んだ。この競争では、岩田厚生騎手が騎乗し、 終始2番手で進んで直線の坂下で先頭に立つと、そのまま後続を抑えて、重傷発生派を果たした。大賀賞続いて3歳、クラシック3冠の初戦大賀賞に4番人気で、出走するが、岩田騎手は、大賀賞直前のチューリップ賞で4着に敗れた、ジェンティルドンナに起乗することになり、ビルシーナには新たに、内田博之騎手が迎えられた。 内田騎手はこれ以降、翌年ビクトリアマイルまでコンビを組むことになる。ビルシーマは、スタートと同時に先行し、先頭集団の3、4番手で進んだ。最後の直線に向くと、アイム・ユアーズと並んで抜け出し、坂下では2頭の叩き合いから、わずかに先頭に立った。坂を登り切ったあたりで、アイム・ユアーズを半馬身振り切ったが、 アイムユアーズのさらに外から追い込んできたジェンティルドンナに一気にハンバシンの差をつけられたところがゴールだった。オークスクラシック2巻目のオークスでは3.6倍の2番人気になった。本命は世界的な大馬種 HH シェイクモハメドのミッドサマーフェアでビルシーナとはわずかの差で人気は3.3倍だった。ジェンティルドンナが5.6倍でこれに続いていた。 ビルシーナは、コースタートから抑えて6、7番手を先行した。最終コーナーを回った時点ではまだ中断だったが、坂の下で、うちのアイム・ユアーズや、ビルシーナなど3、4頭が並んで、先頭争いになった。1番外のジェンティル・ドンナとビルシーナが優勢だったが、坂を登り切ると、ジェンティル・ドンナが一気に伸び、2番手のビルシーナに、最終的に5馬審査で優勝した。 ビルシーマは、接戦になった2から4着争いを4分の3馬審査で、抑え切って2着となった。週刊賞なつばを休養に当てて臨んだ秋初戦の、ローズステークスは、ジェンティルドンナをマークして、競馬をしたが、早めに抜け出したジェンティルドンナに一度も並ぶことなく1馬審判差の2着に、終わった。最内の一番枠に入った、週刊賞では逆に、 スタートから内田騎手が激しく押して積極的に先頭に立つ作戦を取った。向こう正面で一気に飛び出したチェリーメドゥーサに先頭を譲ったが、チェリーメドゥーサが2番手以下を大きく離す展開になったため、2番手集団の先頭を進む形になった。チェリーメドゥーサは後続に7、8発進の大きな差をつけた。 まま最後の直線に入り、残り100メートルでも大きな差があった。一般に先頭を走る馬は、最短コースを求めて打ちラチギリギリを走るものだが、ビルシーナの内田騎手はあえて馬場の中央を走らせ、外から追い込んでくるジェンティルドンマと合わせる形で追い込んだ。残り数十メートルの地点で2頭がチェリーメデューサをかわすと、ぴったり並んだままゴールに入った。 判定の結果、花さで4度目の2着赤敗となった。日本のヒン馬三冠競争で、すべて2着となるのは、史上初で、1着、2着がすべて同じ馬、同じ父親の3区というのも、史上初のことだった。コバとの初対戦ビルシーナは1ヶ月後のエリザベス女王杯に出走した。3冠ヒン馬となったジェンティルドンナは、ジャパンカップに向かうことになり、 強敵不在となったビルシーナは1.9倍の本命に支持された。終始4番手を先行し、最後の直線半ばでコバのレインボーダリアと並んで、一気に追い込んだが、首差及ばず2着に終わった。一方、ジェンティルドンナは、ジャパンカップで三冠馬オルフェーブルを破り、年度代表馬となった。コバになって、最初の大阪杯では、初めてボバのオープン馬との対戦になった。 三冠バオルフェーブルやダービー、天皇賞の勝ち馬英心フラッシュなどに混じって4番人気となった。ビルシーナは早いスタートから4番手に控えた。3コーナーから最終コーナーでペースが上がると内田騎手はビルシーナに数発ムチを入れたが上がっていくことができずに先行集団に遅れてしまった。友道調教師によると この時オルフェーブルとエーシンフラッシュに挟まれたため、内田騎手は、怪我を避けて無理に進路を取らずに手綱を抑えたと、述べている。これまでの中で、最も着順の悪い6着に終わったが、友道調教師によれば、休み明けで、大間の一戦級と対戦して厳しい競馬をしたことが、次の結果につながった。再び牝馬だけのレースに戻った。ビクトリアマイルでは一番人気になった。 スタートで先頭に立つが、しばらく行ったところでうちから、アイム・ユアーズが進出し、内田騎手は、ビル・シーナを抑えて、先頭を譲って、差のない2番手になった。そのまま直線を向くと、一旦は3番手となるが、残り180メートルほどから、再び進出し、うちのマイネ・イサベル、外のホエール・キャプチャーとの叩き合いの末、花さでこれを制した。 クイーンカップと同じ東京競馬場の1600メートルのレースで G1 初優勝となった。安田記念は先行策を取ったものの8着に敗れた。休み明けとなった京都大商店は先行するも8着に敗れた。品馬同士のエリザベス女王杯では一番人気に支持されたが10着と大敗した。実装のジャパンカップも7着に敗れた。 東京新聞杯と阪神品バステークスはどちらも11着と大敗し、迎えたビクトリアマイルは前年の覇者なのにもかかわらず11番人気と評価が低かったが、レースでは逃げを打ち、このまま逃げ切って史上初の連覇を達成した。ビクトリアマイルの次には宝塚記念に出走した。ボバ相手の重傷はこれまで全て着外だった上、 品場限定の前走の勝利自体がフロック視されていたこともあり、ここでも8番人気と評価は低かった。しかし、福永祐一に乗り換わりとなったレースでは、前走同様逃げを打ち、1000メートル通過62秒台の超スローペースに落とした。最後の直線でゴールドシップとカレンミロティックに交わされたものの、3着に入る検討を見せた。 秋はエリザベス女王杯、有馬記念に出走したが11着、14着と、敗れた。有馬記念後の12月28日付で、競争馬登録を抹消されて、今後はノーザンファームにて、繁殖品馬となる。2021年12月20日現在。ありがとうございます。